はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、国土利用計画法の事後届け出および事前届け出、これの対象となる取引について解説いたします。事後届け出が必要な場合、事前届け出が必要な場合っていうのは、いくつかの要件を満たす必要があるんですね。で、その一つの要件として今回お話する取引について解説しようと思います。大きく分けたら、面積要件と取引に関する要件2つあるんですね。一定面積以上であって今回お話しする取引に該当すれば、原則として事後届け出だったり事前届け出が必要だっていうふうに考えてください。で、面積に関する要件については次の動画でお話ししようと思います。今回は取引に絞って、事前届け出、事後届け出が必要な取引っていう、こっちに絞って解説しようと思います。で、この事後届け出、事前届け出の対象となる取引っていうのは、どんな取引かというと、土地に関する権利を対価を得て移転設定する契約、これを言うんですね。つまり細かく分けたら、土地に関する権利であること、かつ対価を得ること、でかつ権利の移転または設定する契約であること、この3つ全てを満たした時に、事前届け出とか事後届け出の対象となる取引に当たるんだっていうことになります。逆を言えば、一つでも欠けてしまうと、それはここの取引には該当しませんので、もうその時点で事前届け出とか事後届け出は不要になるよっていう話なんですね。で、一つ一つ見ていくんですけども、もう初めにですね、この全てを満たすような取引、つまり事後届け出、事前届け出の対象となる取引について初めにお伝えをします。で、その後、事前届け出、事後届け出の対象とならない取引ってどんなものがあるのかを合わせてお伝えしていこうと思います。まず対象となる取引はどんなものか、例えば売買契約、これについてはまず権利性があります。これ何かというと、売買契約をするということは所有権が移転しますよね。つまり所有権っていう土地に関する権利であるということですね。で、対価も得ますよね。売買っていうのはお金のやり取りをするので対価性もあります。で、移転設定する契約、権利を移転設定する契約にも該当します。今言ったように所有権を移転させますよね、売買契約だと。だから契約性もある。つまりこの3つ全てを満たすので、事後届け出とか事前届け出の対象となる取引に当たるんだっていうことになります。で、この売買契約だけじゃなくて、売買予約も含みます。予約っていうのも契約の一種なんですね。売買予約契約って言いますので、予約についてもこれ言えます。で、続いてが代物弁済契約、または代物弁済の予約契約、これもこの3つを全て満たします。もちろんこれは土地についての代物弁済契約の話をしています。で、これっていうのはまず権利性を有します。なぜかというと、代物弁済っていうのは、物で弁済をするっていう話ですよね。お金を借りてお金で返せないから物で弁済をする。でも今回の場合で言うと、土地で弁済するって話なんですけれども、これによって土地の所有権っていうものが債権者に移るわけですよね。つまり権利性は有しています。で、さらに契約性も有しますよね。これなぜなら、代物弁済契約をして土地を渡すことによって所有権、土地の所有権が債権者に移転するわけだから、この契約性も満たします。で、対価性の部分なんですけども、実際にこれお金のやり取りはしていないんですけども、例えば1億円借りました。で、1億円返せないから1億円相当の土地で弁済をする。これって結果的には1億円で売買契約をしたっていうのと一緒ですよね。実質的には一緒じゃないですか。私からしたら1億円で売った、売買契約で1億円で売ったっていうのも、1億円借りてお金では返せないからその土地で弁済をしたっていうのは一緒のことなので、これは対価性を有するんだってことになります。で、最後に権利金の授受のある地上権の設定とか賃借権の設定、これも1から3全て満たします。まず土地に関する権利については、地上権とか賃借権ですね、土地の賃借権で、移転設定する契約っていうのは、設定って書いてある通り、この3番の契約性も満たします。
で、退化性っていうのはどこで見分けるかっていうと、権利金の授受、ここで退化性を判断をします。例えば賃借権を設定するのに1000万円ですよとか、これはお金のやり取りが出てきますよね。で、ちなみに地代は関係ありませんので、毎月支払う土地に関する使用料ですね、これについては含みません。あくまでも権利金ですね、その設定に対する費用なんですよ。地代っていうのは毎月の使用に対する費用じゃないですか。これは対価には含まず、あくまでも設定費用、この権利を設定するための費用、言い換えたら権利金なんですよね。権利金の授受がある地上権とか賃借権の設定であれば、この3つを満たしますよっていう話です。なので今お伝えをした売買契約、代物弁済契約、権利金の授受のある地上権の設定契約、権利金の授受のある賃借権の設定契約、これらこの4つですねについては、この3つ全て満たすから事後届とか事前届の対象となる取引に当たるんだっていうことです。で、一方で当たらないものっていうものを一つ一つ解説します。で、まず権利性がないものでいうと、抵当権の設定とか質権の設定、これは対象外なので、ここ注意しましょう。つまり抵当権を設定するこの行為っていうのは対象外だから、事後届とか事前届ではいらないっていう話なんですね。で、2つ目、対価性がないものでいうと、使用貸借とか贈与、また権利金の授受のない地上権とか賃借権の設定、これらっていうのはもうお金のやり取りがそもそもないですよね。使用貸借っていうのは無料で貸すこと、また贈与っていうのは無料でプレゼントをすること。なんでこれどっちも土地についててあったとしても、土地を無料で貸したり土地を無料でプレゼントしたりする行為、これは対価性がありませんよ。だから事後届で事前届での対象となる取引には当たりませんよってことですね。で、権利金の授受のない地上権、賃借権の設定っていうのも、先ほどお伝えをした通り、設定に対する対価はありませんので、権利金の授受がないということは、設定に対して、地上権の設定に対するお金はないです。また賃借権の設定に対するお金もない、だから対価性がないから、これも届け出対象の取引ではありませんよっていう話です。で、3つ目、契約性、これは権利を移転したり設定する契約なんですけども、例えば予約完結権の行使、これは契約性がないんですね。これは何かというと、この予約契約でも関連するんですけども、まず予約します。例えばある土地があって、この土地後で1億円で買いますって予約します。で、その後買い主が1億円用意できたので、その1億円で買います。この買いますっていうのが予約完結権の行使に当たるんですね。初めに予約をしておいて、予約の契約をしておいて、で、後で権利を行使するっていったイメージですね。予約権を行使する、この2段階になってるんですけども、初めの予約契約についてはこっちを満たすんですけれども、後の完結権の行使、つまり買いますっていうこと自体、主張すること自体は契約性はありません。これ一方的な行為なんですよ。相手の合意っていらないんですね。予約契約の場合っていうのは、売ります買いますっていう合意が必要なんですね。まあ厳密に言ったら、後で売ります後で買いますですね。この合意が必要だから契約性はあるんですけれども、予約完結権の行使っていうのは、もう一方、例えば買い主がもう買います、1億円用意できたから今すぐ買いますって言ったら、もうそれで成立しちゃうんですよ。つまりこれ合意がないから契約性はないって判断されるんですね。だから予約完結権の行使っていうのはこっちの対象外に含まれますよっていう話です。なので予約契約をした場合には、これは届け出をしなければいけないけども、その後の予約完結権の行使については届け出はいらないですよってことです。なので初めに届け出をしておいて、後で届け出っていうのはいりませんよ。予約完結権の行使の段階での届け出はいりませんよっていう話です。これについてはきっちり頭に入れておかないと、引っ掛け問題バンバン引っかかっちゃうんですね。なので今回お伝えをした事後届で事前届での対象となる取引がどんなものなのか、また届で対象外になってしまう取引、こっちですね、は何があるのか、ここはしっかり頭に入れていただければと思います。で、これについては今細かく解説したんですけども、実はもっと簡単に理解できる方法っていうのがあるんですね。で、その方法については個別指導で解説させていただきます。その方法を知ればもっと分かりやすく、もっと簡単に頭に入れることができますんで、そういった理解をしながら学習したいっていう方は、ぜひ個別指導をご検討ください。
個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。